今日は自分自身、本当に勝負に最後まで徹するって決めてたのと、やっぱ苦しくなってから、うん、対自分の苦しさに逃げるんじゃなくて、自分の走りで周りのたくさんの人を笑顔にできるような走りがしたいと思ってたので、その粘りが後半、結構すごいあの強く出せたので、良かったです。 本当に昨年、名古屋ミメンズマラソンでやっぱり7番で惜しくも本当に取れなかった悔しさが1年間すごいあったのでだからこそこ、やっぱり勝負 MGC を取って満足じゃなくてそこでさらに勝負できるようになりたいなって思います。